はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。前回テラマンを全員捕まえてテラマンマスターになったところだったね。で、今回の録画はかなり過去の動画。どんぐらい過去かというと、1月10日の収録動画だ。自宅近くのサブクエストを全部終わらせたので、ついでにタロットも集めちゃおうと同本清掃してるところです。今明るかったところが急に暗くなったけど、おそらくライティングの読み込みができてなかったと思われる。バイクで 140km とかでぶっ飛ばしてるとよく起こる現象だね。で、収録中の私は、あれ、ここアフターライフじゃん。じゃあついでにローグさんにお願いしてみるかという思考のもと行動しております。もうだいぶ昔の話だけど、メインクエストはエブリン捜索ルート、ヘルマン捜索ルート、アラサカ社重役説得ルートの3つに分かれていて、どうもそれら全部をクリアしないといけないらしい。ローグさんに頼み込むのはヘルマン捜索ルートの1つ目ってわけだな。で、なんか目の前で私服警官2人が、なんで入れないんだってふてくされてるけど、警察は跳ねのけるぐらい強い影響力を持ってるんだな、ローグさん。いや、ここを紹介してくれたのハレクスに感謝かもしれんな。どうも。はい、な。よし、顔を覚えられてた。よかったよかった。悪い意味で有名になってるのもありそう。何かいる？あ、クレアさんじゃん。先日はどうも。ちょっと飲んでいくか。あ、選択肢にジャッキーの名前を冠した酒のレシピを残すものが。うむ、シェア頼む、クレアさん。曲げ頭の彼でしょ。ダメね。あいつの酒、覚えてる？ウォッカのロックにライムジュースとジンジャービア。大丈夫？あ、そうだった。名前はどうしようか。ジャッキー・ウェルズ。わかった。最初の一杯は私のおごりね。な、なんて優しいんだクレアさん。お布施感覚で何か買っていこうか。一杯飲みたい気分なの。なんかあったの？いつも通り。で、何にする？売ってるのは酒とつまみか。そりゃそうか。このゲームの酒はちょっと高値で売れるデバフアイテムで、食料は5分間じんわり HP が回復し続けていくものだけど、どっちも使いどころがないんだよね。じゃあめっちゃ塩気が強そうなビーフを6個買っていこう。後で食べるわ。食べ物が部品に分解できないので、インベントリの整理をするときには食べ物を食べまくることになります。逆に、なんで酒や飲み物を部品にできるのかはよくわからんけどな。アルコールを抽出して部品って言い張ってんのかな。ふざけないでローグ。何様のつもりよ。あんたも気をつけるんだね。なんかパナムって人がローグさんにうまく使われた八つ当たり。ローグ、話がしたい。どうしてよりの？圧がすげえな、ローグさん。ジョニーのことを話して協力を取り付けるんだっけ？あんたは？ B よ。で、何の用だい？ B。何年ぶりだよ、本当にあいつだ。あのローグがアフターライフのカウチでくつろいでやがる。小細工はやめとけ、すぐにバレる。本当のことを正直に話すんだ。了解っす、ジョニー兄貴。正直に話そう。ある男を追ってるの。力を貸して。男？名はアンダース・ヘルマン。元アラサカの凄腕エンジニア。待ちな。アンダース・ヘルマン、調べてくれ。ありがとう。礼にはまだ早い。まず、私のサービスは有料だ。それから、デクスター・デショーン、ジャッキー・ウェルズ、ティーバグ。噂は聞いてるよ、B。あんたが通った後には死体の山ができてるが、たまたま運が悪かったのか。出た出た、変わってねえな。アラサカタワーのことを聞け。目の前で俺が撃たれた話をな。なんだよくわからんけど挑発されてんのか。デクス以外は私は殺したかったわけじゃないぞ。早くしてくれないかい。あ、すいません。リスクは承知の上よ。どうしようもない時だ。どんな素顔ででも、たとえあんたでもね。アラサカタワー、そこで仲間を亡くしたんでしょ。確かジョニーなんとかって。なるほど、予習はしてきたようだね。ただ
あんたが何を言おうとビジネスはビジネスだ。手を貸してほしいならエディを見せな。払わないか1万5000ユーロドル払うか。正当な仕事には正当な報酬を払うのが私の心情。ここはポンと払おう。財布には痛手だけど。いいだろう、明日またここに来な。どうでもいいけど、ローグさんの服ダサくない？真っ黄色はどうかと思うんだが。失礼なことを。っていうか話は変わるけど、我々も服を変えたりしたいね。うむ、立ち得たからなかなか服を変えるのは難しいんだよな。そのうち 3D 存在になったらな。いろいろ着替えてみよう。立ち絵関係もやりたいことはいっぱいあるけど、技術が追いついてないんだよね。その辺は日々精進ってことだな。さて、椅子に座ったら一日経ったし、話の続きだ。ローグと会う約束があるの。ローグ、戻ったよ。ヘルマンの件はどうなった？二つ頼む。どいてくる。座り。誰をはべらせてるんだ。情報屋とかか。見つかったの。談笑ってことはあるまい。ずいぶん鼻息が荒いね。その人探し、よほどの事情があるようだ。命に関わることなの。そんなセリフを聞くのも久しぶりだ。ボトルはそのまま。あ、クレアさん、ありがとう。まあ、飲みね。好印象のために勧められた酒は飲むが、画面が歪むんだよな。あんたの健康にね、お嬢ちゃん。もうローグさんもおばあちゃんだからな。健康大事。しかし、皮肉なポンポン出てくるな、アビーは。ありがとう、ニックス。アフターライフの女王か。わかんねえもんだな。このチップを、なかなか面白い情報が入ってる。あ、ジョニーに所感を聞けるじゃん。どう？行けそうかな？助けてくれそう？俺が知ってるローグは血も涙もない氷の女だが、直感を信じるタイプだ。見たところ気に入られたようだぜ。さすが元彼の洞察力だ。まあチップを刺してみますかね。じゃあ見せて。ヘルマンはどこの社員でもね、表向きはね。だがチアンティの機密ファイルに名が記載されている。中国企業カンタオの子会社だ。隠れ蓑だね。何年も前からカンタオのセンシティブな業務を請け負ってる。ここまではいい？センシティブって聞くと最近はエロ方面っていう偏見がある。英語辞書を引いてもろて。それだけ重要な人物ってことか。奴は荒坂から守ってるのね。荒坂だけじゃない。奴の情報を欲しがる全企業からだ。予定されているカンタオの輸送ルートを解析した。このどれかにヘルマンが乗ってると。一体どれに？この AV を見な。単独行動で地上支援もなければ罪にも黒くもない。妙だな。もしカンタオが貨物を密輸してるなら、そりゃわざわざ登録しないだろうが、システムで承認された AV の積載荷重を見ると軽すぎるんだよ。つまり罪にはない。だが同乗者のリストならある。カンタオの警護部隊に VIP が一人。チアンティからの移送だ。それがヘルマンね。ここまでがいいニュース。やっぱりな。で、悪いニュースは？ AV のルート。みな、この辺りは全てナイトシティの上空で。ここだとNCPD に気づかれずに AV を襲うのは無理ね。そしてこっちはカンタオに近すぎる。 AV に触れただけで本部の警備部隊が飛び出してくるよ。でもここならジャクソン平原、ナイトシティとカンタオ両方の空域からギリギリ外れてる。運が良かったな。ええ、奴を確保するならここしかない。この土地に詳しくて然るべき装備を持つ協力者が必要になるがね。ローグさんの情報も強すぎません？これは1万5000ユーロドルを払う価値がある情報だったね。一人だけ、パナム・パーマー。あ、さっきローグさんに食ってかかってた人。パナムは生粋のノーマットだ。土地勘もある。それにあの子はこの仕事を断れない。断れない？今のところあまりいい話じゃなさそうね。いい話を聞きたきゃもっと金を詰めるようになりな。これが唯一のチャンスなの。
失敗は許されない。好きにしな。決めるのはあんただ。 B、 嫌な予感がする。嫌な予感がするの。断れないって一体どういうこと？何か裏があるとしか思えない。ハナムは時々私の運び屋をやっていたんだが、この前の仕事で一悶着あってね。何かやらかしたの？やらかしたどころじゃない。商品と車を失ったのさ。両方取り戻すためならあの子は何だってする。そういう子だ。取り戻すの手伝えと？別にいいけど情報が何もないんじゃ。情報ならちゃんとある。分かった。知ってることを教えて。ロッキーリッジ郊外のゴーストタウンだ。パナマが場所を知ってる。商品と車はそこにあるはずだよ。まずはパナマとコンタクトを取るといい。連絡先を送ろう。まったく、さっさと行くぞ。了解、ありがとう。頑張りね。なるほどね。有能な協力者を得るためにはまずはその協力者を助けろと。勝を陰と欲すればまず馬を見よう。出会ってるかな。ことわざの使い方は、まあそういうこったな。よし、パナムを助ける。前に、次回はまたサブクエ会だ。このうだうだ喋ってるおっさんのサブクエをこなしたりします。といったところで、今回はこのあたりで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。